落合孝行本人より皆様に国政のご報告をさせていただきます。それでは落合議員よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。小林先生ありがとうございます。私の国政報告は、10時半まで、で今10時28分です時間配分を間違えてしまったようで、ほんのちょっとだけお時間いただければと思います。本日は、皆さんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今野党は3分の1しか議員がいません。ほとんどが与党の議員、衆議院は475、議席が、定数がありますが、内閣不信任案投票したときに内閣不信任に賛成した衆議院議員って139人しか強行採決の時にいなかったんですね。改めてほとんど野党の議員がいないんだなということを感じました。新人で野党の議員で大きな団体から推薦を受けていない議員、そして地方議員も経験してない40歳以下の議員、日本でここの選挙区で私一人しかいません。私にしか国会でできないことたくさんあります。これからも、しっかりと国民の声を届けていくということをしていきたいと思います。そして、最近知ったんですが、この選挙区で実は地元の世田谷区立の小中学校卒業生で国会議員になった人がいないんですね。それぐらい世襲かタレントしかいない、それが日本の国政の場です。有権者の皆さんと机を並べて学んだことさえもない、だからこそやはり常識が通用しない、これがやはり国会の場だと思います。私にしかできないことは本当にたくさんありますので、ぜひこれからも全力で戦っていきます。皆さんぜひご指導お願いいただければと思います。一つですね、今日、お話をしなければならないこと、それは町のどこに行っても聞かれるんですが、維新が分裂しました。どっちに行くんだということ、まあ、本当の身内の方は聞いてこないですが、歩いてると本当に毎日聞かれます。この安保法案の衆議院の採決が終わって参議院が採決する前に、だんだん党がごたごたしてきました。安倍さんにちょっとぐらい協力した方がいいんじゃないかという、まあ、大阪系の方々、あといくら是々非々でもこの安保法案だけは賛成しちゃダメだろうという、まあ、野党系の方々、これがごたごたが、8月ぐらいに表面化しました。私はこのごたごたが始まってからすぐに、執行部の人たち、そして大阪の人たちには私の進路は、すぐに伝えました。私は安保法制には絶対に賛成できない、それから野党がこんなに少ないのになんで安倍さんに協力する必要があるのかと、例えばこの選挙区も自民党対私、そしてあと共産党しか出てません。安倍さんの路線に賛成するなら私に入れていないはずです。全国で数少ない100人ちょっとの野党の議員が少しでも安倍さんに協力した方がいいんじゃないかと言い始めたら、何のために国会議員はいるのか、全く民意が反映されない、そういう国会になってしまいます。私はそして強くこの安保法制に反対すると、これで、まあ、すり寄るようであれば私は造反しますということを伝えました。そして、まあ、残念ながらですが、分裂をしてしまいました。で、分裂するにあたって私も、まあ、松野代表に改めて残留することを伝えました。ただ私は無条件に残留するんではありませんと、国会議員が勝手に仲間割れをしてそれを繰り返している、こんなことを繰り返していてはいけません。
そして、まあ、これから野党がいろいろ話し合って新しい党を作っていったり、まあ、連携をしていくと、その中で3つのことだけは絶対に掲げ続けてくださいということを伝えました。前回の選挙で維新の党っていうのは800万票以上取ってます。民主党が一方で900万票で、民主党の票を10としたら旧維新が取ってるんですね。それで今回空中分解して、その旧の民意がなくなってしまったら、じゃあ何のために選挙で訴えたんだということになってしまいます。1個目、安保、集団的自衛権に踏み込むとした安倍内閣の閣議決定は認めない。安保法制というのは、まあ必要な部分もあるとは思います。しかし憲法の改正の手続きもしないで、しかも前回の選挙でほとんど説明していないのに勝手に重要なところに踏み込んだ、これは絶対に認めないということを明確に松野さん言ってくださいと。それからもう一つ、原発から自然エネルギーへの流れ、再エネ、これ電力自由化法案が通りました。安倍政権はこれで再エネがどんどん参入しますと言っています。で、私はこの電力自由化法案を扱う経済産業委員会ですが、明らかにこれ再エネの参入を妨げている政策が行われています。電力自由化してからいろんな事業者が参入できるようになるんですが、それを監視するのは経済産業省の役人なんです。なのでこの事業者がダメだって潰すことも、一個一個の事業に対して役人が口を出せるようになってしまった。これは要は経済産業省がやりやすい電力業界に変わっていくということです。今再エネの規模っていうのは原発数基分 1,2 年でどんどん増えている。そういった中で電力が足りないから原発、再稼働しますと言ってたのが、だんだん再エネが増えてきちゃったから今度は安いからと言っている。しかし例えば6ヶ所村の施設1個だけで13兆もつぎ込んでいる。施設1個に13兆、1億2000万人で割ると1万円以上原発の施設にばらまいてるわけです。絶対にこういうのを足していけば原発は高い、そういうからくりをどんどん出していかなきゃいけません。原発から再エネということもはっきりと経済成長戦略の一環としても出していかなきゃいけない。それから3つ目、身を切る改革というのを、前回キャッチフレーズとして我が党は使ってました。その前は統治構造の改革、統治構造の改革というのを使ってました。これどういうことかというと、やはりこの原発の問題もそうですけど、根本的にあるのは政治家と業界団体と、それからまあ官僚の中でもまあ偉い人たちですけど、ここがトライアングルで自分たちの利益がまあ担保されるように持ちつ持たれつやってきた。だから原発の問題もまあ他の業界にも同じような問題がありますが解決しなかった。身を切る改革というのはこのトライアングルを打ち破っていくために、まず政治家が自分から率先してこれをやめようと言おうということで身を切る改革というのを打ち出しました。議員歳費削減する、経費削減する、企業団体献金もらわない、私はそういう形で、自分の活動はしてきましたし、これをまあ掲げている維新の党、これは、この政策を
公約にした政党はありませんので、議員自らが率先して改革に取り組むと、議員が損する改革をまずはやるという姿勢、これが大阪と分裂したことで、この3つがうやむやになっちゃいけませんと。そしてまあこれから民主党との政策協議、まあ今も進んでいますが、その中でこの3つがいつの間にか消えているということがないように、政治家たちが自分たちの都合で集まって100人の政党を作りました、しかし政策は何やるか分かりません、反安倍ですと、これだけでまとまっては政権取ったらまた何もできません。そして政権がまた何もできなくて潰れたら、もう選挙に行く人がいなくなりますよ。私はこの日本の民主主義、これからも、まあ、より拡充していくように、より進展していくように、私はこの自分のこの議員の人生をかけて、まあ今の仲間割れをしている国会議員の偉い人たちも訴えていきたいと思います。10分過ぎてしまいました。今日はお忙しい中、小林先生にいらっしゃっていただきまして本当にありがとうございます。私も慶応大学の出身でして、慶応っていうのは結構ゼミが重要でして、同じ慶応大学の卒業の人たちが会うと何ゼミですかって聞くんですね。でその出身のゼミによって優秀度が、まあ、ある程度ランク付けされてて、であと実は就職も全然違います、ゼミによって同じ学校でも。で法学部で一番、まあ、有名な人を輩出して、実は就職もいいのが小林施設ゼミです。そういう先生に今回来ていただきまして、本当は呼んだらものすごい額の講演料を払わなきゃいけないんですが、この世の中のためにここに来ていただきました。ぜひお話を伺えればと思います。今日はよろしくお願い申し上げます。